あの先生は外国へ行って教えなさいって言ったけど、言われた時には5、6人の人が英語を習い始めて、それで行きたいっていう気持ちがあったわけですね。でも結局は続かなくて、私一人が果たしたわけですよね。で、柔道ばっかりやっちゃったね。高度館女子部の帯っていうランクっていう、のは封建的や封建的なんです。女はもう五段でもうその上はいらないと、そうに決めてたんです。五段で30年、そういう封建的な世界なんです、高度館っていうところは。She did so many things for the women's judo. So that was my dream. She should have the ninth dan. When she was 88 years old, and this is a very special birthday. She said she's going to show them. All right. The power this little bitty woman has, it's not in, in the strength. I mean, her physical strength, she has trouble right now because she's so very old. But the power she has is in her mind, in her presence. Strong arm. I feel the pain every bit of it. I went over to talk to this Kodokan president, explaining she will be celebrating this 88 years old birthday. And Kodokan's president, his answer was, well, in the past, no women got promoted as ninth dan, no previous history. So he said they will not give her ninth dan. Takano-sensei was その時へいらして、私は初めて目にかかったわけです。だから高度館女子部っていうのがあって、稽古を柔道の稽古をしてるから、やったらどうかっておっしゃってくださって、結婚をして家庭を持って、それが普通のしきたりでしたよね。そうそう、とそれを押しのけて自分の本当に信じた道を歩いてきたっていうことは、ものすごく強い決意だと思ったんですね、私は。それが私はもう結婚って私の人生は決まった時ですよね。結婚するか、それとも柔道で生きるかっていうことで。それで柔道に決めて、それがこんなに長いと思わなかった。強く優しく美しくっていうんですけどね、強くは柔道は強い精神と強い体が必要なんですよね。美しさっていうのは外見だけじゃないと思うんです。心の優しさが美しいと私は思うんです。優しくっていうのは銃から生まれた言葉です。銃っていうのは柔らかいっていう書くんですよね。孤独感の本っていうのがあるんですよね。と大の男がこう立ってんですね。そうすると小さな女性が和服を着て、この指で胸をちょっと押してんですね。そうすると後ろ崩れてるんです。
そう、で、それが柔道の根本です。